回はチャーハンです。またフライパンにはあまり良くないんですけれども、ご飯物と卵物は温めた方がよくできるので、ちょっと温めます。手をかざしてあったかさが感じるぐらいまで温めましたら、最初卵を、今回目指すチャーハンは卵がうまく混ざってるチャーハンを目指したいので、ちょっと秘策をやりますね。卵を引きまして、ジュッと音がしたら流し入れます。すぐ触らずにちょっと見てるとできてきてるところがあるので、そこは外します。半熟になったら一回このボウルに開けてしまいます。そしたら温めたご飯を入れまして、こっちに入れちゃいます。それでこの段階で卵とご飯をもう混ぜちゃう。そうすると焦らなくて済むのと、お店みたいな全体に卵がきれいに混ざったチャーハンができるので、このボウルの中で混ぜちゃうっていうのがポイントです。火が入ってないので安心してなんか焦らず混ぜれると思うので、それで卵をトントン崩しながら混ぜていくと混ざります。混ざりました。そしたらこの引き続き温めているフライパンを、今度はチャーハンなので炒めていきます。今回は旨味出しに豚バラを入れます。まあ、なくてもいいですけど、まあ、ソーセージとかでもいいし、ひき肉とかでもいいです。豚のバラだと油が多いのでラードの代わりとか美味しさが足されるので豚バラにしました。で、ほぐしながら、お肉があともうちょっとでできるかなぐらいのところで、このご飯を戻し入れます。で、ネギも入れて、塩と鶏ガラスですね。まあ、今回豚バラが入ってるので入れなくてもいいんですけど、まあ、もしない方は中華スープ入れ、中華スープ鶏ガラスープ入れた方が旨味が足されるので入れてください。炒め動画でも言ったんですけど、とにかくもうみんな触りすぎなので触らない方が美味しくできます。今中火ぐらいですね。なんか強火でやると怖いというか、すぐ火が入っちゃって、多分手より先に調理が進んじゃうので、一般的には中火ぐらいで調理した方が火に追い立てられなくて済むと思うので、中火がおすすめです。最後仕上げに醤油を
鍋肌に入れて、ちょっと置いて焦がしてから混ぜます。フライパン全然くっついてないと思うんですよ。これよく温めたっていうのもあって焦げてないんですけど、フライパンって日頃の手入れが大切で、温度差に弱いので、特にこういうテフロンとか樹脂加工ってやつ、鉄はいきなりガーってお湯かけちゃってもいいんですけど、そういうフライパンじゃない、鉄じゃないフライパンは冷めてから洗うっていうのと、から焼きあまりしないっていうすると長持ちします。はい、完成です。追います。